どうも、ルジクニでございます。さて、新しいダンジョンが。これか、スイカ村ダンジョン。行ってみようか。早速、いざ行かん。よいしょっと、あら？お、こりゃすごい。ヘルさんたちより先に来ちゃったみたいね。なんか右下に早速ボス戦みたいなの見えてるんだが。クラマくん見てみて、お店がいっぱいあるし、オープンカフェもあるし、なんかでっかい船まで置いてあるけん見て。分かったから引っ張るなよ。あ、服の神様、ヘルさんたちは少し遅れるそうです。どうかしたの？なんでもヘルさんがダンジョンの入り口の分岐を間違ったとか、今ミアさんが迎えに行ってるそうです。南の島でうまくいったのに、いよいよミスっちゃったのね。まあ移動やり直すだけなんですぐに合流できるでしょう。おい、だから引っ張んなって。早速仲良くなってるわね。親睦を深めに来た甲斐があったわ。これは迷惑してるんですけど。クラマくん優しくしてあげて。わ、なんだ？すまねえ、あんたたちちょっとかくまってくれねえか。あん、どうしてあんたはなんかあったのか？魔物に追われてるんだ。とにかくちょっとでいいから。わー、来た。なんだ。わー、スイカ。全体止まれ。むむ、何者だ。このトゲトゲ頭にグラサンの野郎が。来ただろう。奴をかくまうなら容赦しないぞ。むむ、おとなしく奴を引き渡せ。なんだこいつら。こいつらに追い回されてるってわけか。おい、一体あいつが何をしたんだ。やっぱりそうか。奴をかぶってことであれば、お前たちも奴も仲間だ。実力行使。まずは話を聞かせろってんだ。俺たちは別に仲間なんかじゃ。物ともかかれ。おい。いや、メンバーはいつものメンバーなんかい。早速トラブルに巻き込まれちゃったのかしら。嬉しそうに言わないでください。しかしそうですね、一方的で腹が立つ。今いるメンバーで削らしておきましょうか。話はこの子たちからじゃなくてもさっきのあの子から聞けばいいしね。嘘です、死です。うお、ポッコの楽しみを邪魔する者には死あるのみ。ポッコちゃん、いいわよ。ポッコちゃん、やれやれ。どうしたもんですかね、このテンション。ジュリアはパーフェクトオールジン。あ、ヘルチンはちゃんといないんだね。なるほどね。まあ言うて雑魚じゃろ。スイカナイト言うて雑魚じゃろうて思っておりますが、お疲れした。お前たちは今大変なことをしでかしたのだと分かっているのか。我々スイカ王国の兵士を敵に回したのだ。分かっておるのか。敵に回したらどうなりますの。ここでは生きていけないのかしら。そういうことだぞ。むむ、面白そうですわね。通行隊長、こいつら話が通じませんです。仕方ない、ここは撤退して女王様に報告だ。女王様に報告。騒がしい奴らだ。スイカ王国とやらに今後動き回されることになるのか。名前からしてこのスイカ村を管理している軍団なのかしらね。まあそれをはっきりさせるためにもさっきのこと果たしよう。あら、いない。これはひどい。ポッコたちを盾にしておいてあの野郎逃げやがったですよ。俺たちが負けると思ったのか、ずいぶん安く見積もられたもんだな。まあここに来てる冒険者でしょし、冒険者キャンプにはいるんじゃないかしら。探し出して首根っこ引っこ抜いてやりましょう。別にそこまでしなくても。どっちにしろ冒険者キャンプには寄るんだし、いただいたって話を聞いてみてもいいでしょう。次にヘルさんたちもやってきますわ。ひとまず合流したら冒険者キャンプを目指してみましょう。ヘルと合流しました。はいはい。いきなりボス戦っぽいの見えるんですけど。キャンプがあるのはいいんだが、これは？いや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 、やばそう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 。強さえぐそう。いきなり強さ、え、ちょ？あ、固定ボスなんだ、これ。これ、えぐい。キャンプに入る前に、まずこのマップを探索したいな。あ、でも、あれか。キャンプに入って仲間キャラ連れてこないと、あれだな、もったないか。ちょっと。そうか、ジュリアさんが前衛に出てる。ちょっと。ジュリアさんが前衛に出てる。ヘルジン一回出して。キャンプ入るか、素直に。うん。さて、いろいろまた人がいますな。どうも。あ、もう仲間に誘うなんだね。お前は。見つけた。服の神様、こいつですよ。おお、あんの木のちびすけ。どうやら助かったみてえだな。あの時お互い危なかったな。よかったよかった。ポッコ、こいつ嫌いかもしれん。悪びれた様子が全然ありませんわね。俺たちあんたを助けたせいで、スイカどもに追われる羽目になったんだなのに、お互い様ってことはないだろ。なんで教えて、追われていたのか、それぐらいは教えてもらおうか。俺たち勝って何も悪いことしてねえよ。街中でナンパしようとしたらいきなりあいつらに襲われただけで。ナンパだって？そう、俺はこのバカンスの目的はお嫁さん探し。俺はこのバカンスでホットでビューティーなお嫁さんを見つけるつもりなのさ。まあ俺のクールな魅力に惹かれて可愛い子の方が強引に迫ってくることはあるかもしれないですけどね。ひどい。ポッコ、こいつ確実に嫌いだわ。こっちだってちびすけに用はねえよ。お前がナンパ中に何か強引なことでもしてたんじゃないか。そのあたりはどうなんだ。強引なことなんて一切してねえすよ。レディーが傷つくなんて俺のポリシーに反するからな。だったら不思議な話で、どうしてナンパをしてただけで襲われたのかしら。声をかけようとしていただけなのにな。まあかなちゃんだからな。男がナンパなんて許されへん行為だよな。実際問題、お前まだナンパもしてないんじゃないか。それはその、俺はもうその気だったから、俺はもう自室してると言っていい。
なんなお前実はヘタレなんか、うるせえ、話を聞いていても分かることはないな、とにかくお前もここには来ない方がいいぞ、スイカ頭はお前たちを、お、俺たちもお前もまだ追ってる、ナンパなんて別の場所でもできるだろう、俺らはともかくお前の腕じゃいつか捕まっちまって大変なことになるぞ、俺をサポート役として連れてってくれないか、そこの美人なお姉さんどうですか、まあお姉さん、俺こう見えても回復はめっちゃ得意、このままじゃ帰れない、お姉さんどうかお願いします、回復は得意ね、ポッコは断然反対、人数に余裕がある時ぐらいは連れて行ってやろうぜ、はあ、はあ、パイン王子、王子はーん、パイン王子、ややチャラい感じの少年剣士、まあ、誘っとってみようか、この子何、なんか被ってない、2キャラ被ってない、あ、そういう感じ、どうした白や、机に向かってため息を吐いていても帰ってくる子供らの題ぞ、元気を出せ、はあ、この前がダメだから、だからと言って次はそうとはかけらんじゃろ、思い切って話しかけてみ、白が動けば運も一緒についてこよう、大丈夫じゃ、わしがついておる、はあ、こんなに可愛くて優秀な白があぶれるとは、一体世の中どうなっておるのか、どうした、あの、もしかして何か困りごとでも、お、向こうから話しかけてきたぞ、捨てる神あれば拾う神ありじゃな、な、白この辺を逃すでないぞ、あなたは、はぐれ王国に所属しているヘルっていうの、こっちにいるのがミヤお姉ちゃん、今の対応はない、まず相手に尋ねる前にまずは自分の名前を、ナツステイ、すいませんうるさいでしょう、私は犬道シロ、こっちが狐のナツ、引用詞をして修行に来てるんですが、この通り騒がしいのでパーティーに入ってもうまくいかず一人で途方に暮れていたところ、でも二人組だよね、単位としては一人なのですよ、隣のはこの若さで引用詞として働いている可愛くて実力も十分、しかもピッチピチの女子中学生なのじゃよ、こんな有料冒険者他探しても他にはいらんぞ、白を入れてやってくれんか、ごめんなさい万事この調子で、探しのには慣れてるけどこちらとしてもあなたを歓迎したいんだけど、私たち二人についての説明ですよね、とある事故で3年前からこの狐に取り憑かれてる、狐呼ばわりはやめろというよりにわしは神であるぞ、つまり戦闘の最中に白がうっかりわしの社を壊してもってな、仕方ないので白に寄ってみたらこれまた居心地がいい、それからはずっと仲良し、何をするにも二人一緒なのじゃよ、全然仲良くないです、一方的に気に入られて大変迷惑しています、昨日だって背中を流してやったではないか、胸くっそ悪いクズ狐ですが、夏の揚力は非常に高く今の私には引き剥がせないのです、私が親元を離れてこうして修行の旅を続けているのも いつか実力をつけてこいつを引き剥がすためなのです、離れてくれないんだその狐さん、だからわしは神だと言ってろうが、未亡老夏土着のものを一生を、それこそゆりかごまで墓場まで一貫して守護しておる、シロが凄まじい強さで戦えるのも神であるわしが力を貸しておるからじゃよ、感謝こそすれ嫌われる理由などどこにも見当たらないんじゃかの、だらしがない、うるさい、いい加減、距離が近い、ういうい分かっておる、シロのそういうツンデレなところ大好きじゃ、この通り何を言っても当に釘で困っております、何とかサポーターとして私をパーティーに入れてもらえませんか、強力な術が使える、夏がうるさい場合は私が口を塞いででも何とか黙らせますので、中華練習しとくか、傍から見てると仲が良さそうに見えたけど実情は相当に困ってるみたいね、連れて行ってあげましょう、きっと私たちにとっても良い出会いよ、修行の舞台は整いました、あなたの命運もここまでのようですね、お主の魅力を分かってくる者たちもこの世界にはいっぱいいる、腐らずこれからも努力を続けていこうな、かわいい、普通に仲間キャラに入ってほしいんだが、麻痺混乱、沈黙混乱、暗闇向こう、攻守ともに状態異常関連に強い、おみくじを引くなどの特殊効果も、それ誘うか、ちなみに、あなた、お二方のスペックは？サポート。パインスラッシュ。全体雷。パインリカバー。回復。ねぎり王子。ガンガンねぎれるけど、時には失敗する。ねぎり交渉は得意ね。で、あなたは？状態異常炎。全能力低下。戦闘開始時に確率でおみくじを引いて、強力な幸運を発動。有効度が高いと発動率が段階的に上がる。はい、あと2人誰連れてこう、とりあえず宝は1人でしょ、宝1人、あとアバーこれ、レア敵も欲しいけどツハコも欲しいな、でもまあエクレアン、とりあえず、なんか会話あるかな。できるのでは？お？これ、夏さん眠ってるの？微妙に口が開いてる気もするけど。夢うつつといったところでしょうか。しょっちゅう口を開けたまま昼寝をしていますね。どうなってるんだろうと思って、この間口の中にポテチを落としましたが、寝たまま咀嚼していました。虫とかそのまま食べてそうで怖いです。じゃあ寝てるようだから提案が一つあるんだけど。
夏さんを切り離したいのよね。実は私、高進高齢術が使えて、体に神の力を下ろしたりして戦っているの。狐付きという話だけど、あなたが望むなら切り離すお手伝いができると思うわ。おいくらマン GP ですか？もちろん無料だわよ。そんな素晴らしい技術を無料でお借りするわけにはいかません。ありがとう、優しい方ですね。お気持ちだけ受け取っておきます。そんなの気にしなくていいのに困ってるんでしょ？困ってはいますが、これは全て自分が蒔いた種なのです。自分が夏の社を壊してしまったことが原因ですので、この件は自分の努力と実力で解決いたします。あなたその若さで自分の芯を持って生きているのね。宮さんこそその若さで冷静さと高い実力をお持ちです。見習うとこしかありません。持ち上げられても、私の年齢の方はあなたと同じぐらい厄介な事情があってね。ごめんなさい、やめておこう。長くなるし、あまり明るい話でもないから、また機会があったら話すわ。隣でこれだけ喋ってるのに全然目を覚まさないわね。今日は安心して寝ているようですね。実はもう一つ相談というか、提案というか相談があるんだけど。もふもふさせてもらえない？いや、実は一目見た時から気になってるのはめちゃくちゃもふもふしてそうだな、あのふわふわ尻尾。いや、ちょっとだけでいいのよ。もふもふには強い憧れがあって、これも長くなる話なんだけど。お願い、ちょっとだけもふもふさせてもらえないかな？私に聞かれてもそれは夏に言わないと。いや、絶対断られるじゃない？いや、本人に聞いて断られることを私に聞いてやっちゃダメですよ。土星論痛みいる。しかしそこはなんとか。そういうことでしたら私は聞かなかったところにしましょう。皆さんの責任の範囲でどうぞ。配慮助かる。見るからにすごいボリュームだわ。これはもう振り返りがありそう。いやーなんじゃー。横島の気配を察知したぞ。お主が睡眠のどさくさに紛れてわしのナイスバディを狙っておったな。いや違う。合ってるけどまだ何もしてません。正直な変態め、白目、気をつけるんだぞ。世の中にはこういう欲望まみれの変態がおるからな。誤解だって、私はただあなたの尻尾をモフモフしたいなって。手つきがいやらしいのじゃ、お主は。おー、怖い怖い。やだ、白なんとか言ってやって。今回は皆さんの負けですね。次はおやつでも用意してやってみるといいですよ。あら、面白い人だな。友達になれたらいいのに。いうことがあった。パイン王子もあるかな。男の覚悟。こんにちは、パイン君。今日からよろしくね。お？いや、すげえ格好してんなと思ったらどうやろう、男の子だったぜ。怖え。まただよ、なんでみんなそんな勘違いするかな。僕はどう見ても男の子でしょ。あんたの名前は？僕はベル。はぐれ王国で道具をやってるんだ。ベルよろしくな。しかし見れば見るほど女みてえな顔してんな。もうなんなのさ。あんたナンパとかしたことあるか？いや、ないけど、どうして？あんた外面だけじゃなくて内面にも問題がある。覚悟のなさってのが顔に出ちまってるのさ。それで女子っぽく見えちまうんだ。お近づきの印だ。ここは一つ俺が男の覚悟ってもんをあんたに見せてやろう。つまりはナンパってことだよ。見てろ、一発で落としてやる。ここでナンパするの？誰をナンパするの？興味津々じゃねえか。だが声をかける相手は選ばないとまずい。ここは一番慎重になる場面だ。ジュリアさん？あれはまぶいが気が強そうだ。ダメだ。俺には手に負えないメスライオンだな。ジーナさんが？し、なんだ、あんたの知り合いか？あ、それは同じ王国にいるんだから名前ぐらいは知ってるだろうな。仲良くさせてもらってるけど。そんなに強がる必要はねえ。あんたは黙って俺の覚悟を見てればいいんだ。さて次は？クエウリさん。起きたぜ。おとなしそうで、それでいてまぶい。俺の覚悟をかけるだけはある。美しいバンビちゃんだ。あとは声をかけるタイミングだ。いいぞ。いいか、タイミングだぞ。心臓の高鳴りと場の呼吸を一致させれば、おのずと成功率が上がる。今タイミングを測ってんだろうが、聞いてなかったのか。いや、もう3分ぐらい経つけど、まだ話しかけないのかなって。バカ野郎、あんた一言だと思ってな。あれだけの美人に簡単に話しかけられると思うな。ベル君こんにちは。新しいお友達かな。アクエルさんこんにちは。そうなんですよ、パイン君すごく気さくな子なんだよ。パイン君ありがとう。今後もベル君と仲良くしてやってくださいね。それはもうよかった。邪魔したら悪いわね。それじゃ2人ともバイバイ。はい、バイバイ。あんた、え、おベル新しいやつと楽しそうにやってるじゃないの。あ、ジーナさん、そうだ、ジーナさんに用事があったんだ。あ、これはぐれ銀座だよりの。遊びに来ておいて仕事のことなんか言うなよ。目次の方はあんたに任せるわ。あとこれ捨てといて。もう飲みかけ、自分でゴミ箱に捨ててください。はじいなさん、ごめんね、パイン君ナンパの途中で邪魔しちゃって。それにしてもナンパってすごく大変なんだね。僕全然知らなかったよ。うん、続けてもらって大丈夫だよ。本当にごめんね。あ、うん。いや、なんかこう草食動物だと思って近づいたらガチガチの肉食系のライオンだったみたいな。面白いな。あーん、あー、もう、もう、ちょっとこっち話しかけるか。赤い屋根。全然言うことが足らない。メガグレ美女。レアアイテムをくれる人。覚え方が雑じゃない？確かに前あげたけど、その前に。図鑑登録。トントン拍子に進みすぎて逆に不安になってくる。おじさま登録の依頼。アスレチックエリアにあるサーキットの狼を図鑑登録してもらいたい。サーキットの狼ね。ウルフ紳士。アスレチックエリアのサーキットに出る。おじさまの登録は大変だわよ。気費が高くて出会うだけでは図鑑登録できないんだとか。イベントが成功したら登録されるタイプ。なるほどね。はあ、はあ、はあ。どうやら勝負に勝たないと登録できないようだ。
失敗ね。でかい話、このダンジョンのチャレンジボスに勝てるんじゃないか。どれか一つでいい。スイカ村ダンジョンのチャレンジボスを倒したら、それがみんなの復帰させる材料になるだろうさ。はあ、どれか一つでも倒そうと。なるほどね。どうしようかな。あと二人、あと一人か。レナ入れてるから。量もいいで、このね、ツハコちゃんのやつも意外といいんだよね。スキルショットがたまり手に入るだよね。まあエクレアちゃんアイテム作成な、アイテム作成も結構優秀なの多いから、まあ、とりあえず連れてくか。一旦これでゴブリンキャンプ場、なんかゴブリンみたいにいるが、とりあえず強敵と戦ってみようか。あーお前どっかで見たな。おおみくじ金運。いやマジかよ、すごいじゃん。そのお金すごいじゃん。なかなかやる。つか敵強。雷村バカンス術、雷村バカンス術、新しいあれだな。雷攻撃 3% マリオに覚えさせたら。でここは何、日向ぼっこ中のオイラに話しかけるとなかなか肝に座ったやつ。なおなおのれい、はぐれ王国。え、あんたたちがそうなの。全然ムキムキしてないじゃん。本当に強いの。肩にトゲパッコとしているモヒカン軍団だと思ってた。まあいいや、結果オーライ。うちの女王様があんたたちに会いたがってんだ。ちと奥に面かしな。何してんだよ、寄ってけって。俺が準備があるから先に行くぜ。ゴブリンの女王様なんて全然知らないんだけど。私たちがキャンプ場で戦ってるから怒られるのかしらね。でもあれはゴブリンが襲ってくるから悪いわよね。だんだ。さて、じゃあ誰、まぐれ王国、はぐれ王国なんですけれども、もしくは秘密結社ですと。自分から秘密ばらしてるよ。すごい失礼なんですけど、お姉ちゃんもう帰っていい。心折られるの早すぎですけど。今のは逆に取られても仕方ないわね。すいません。あ、ダメだよ、やっぱ入ってきて。何このやりとり。ほん、なんだ。やあやあ皆の者、あちきがゴブリン族の女王のヤーライカである。ゴブリン族の女王様だぞ、偉いんだぞ。手迎えできなくてすまん。この格好は偉大でかっこいいが不安定でうまく歩けないという欠点があってな。その時点でかっこ悪いんですが、今パーティーをやっていたのだ。お前たちも食べていくといい。料理はうまいぞ。私たちは遠慮しておきますわ。食べかけは食べれない系。高度文明を持つとこれだもんな。最近ゴブリン族の中にも潔癖なやつが増えてきてな。ちょっと前まで腐ったブドウをぐるぐる回して作ったジュースを誰も何も疑わずにごくごく飲んでたのにな。食べかけは嫌だの、手づかみは嫌だの、おかん以外握ったおにぎりはあかんだの、しっちめんどくせえ世の中になったぜ。でも、パーティーの参加者じゃないとすると、お前ら何の用事でここに来たんだ。ついさっきウッドデッキでそこのゴブリンに家に寄れと言われたんだけど。ゴブリンに呼ばれたの？ゴブリンなんで呼んだの？この間キャンプを荒らしてるすげえ強い人間がいるって報告したら会いたいって言ったじゃないですか。これがそのあれなの、てっきりモヒカニ型バットだと思った。正規末感ゼロやん。しかし結果ほら、うちのキャンプを荒らしてる奴らはお前らだな。やあやあ、我こそはやあらか、やあらいか。いざ尋常に勝負。お、世辞の句か。文句を言いたいのはこっちの方だっての。このゴブリンに来てからすぐに、キャンプに来てからすぐにゴブリンたちが襲いかかってくるんだけど。え、何ゴブリンどういうこと。いや、なんかうちらから襲いかかってるみたいですね。ほらゴブリンって強い奴ら大好きだから。強い奴は本能でわかるやってやつか。なるなる、ゴブゴブといったとこだ。恨みはリンゴン線に流して手を取り合おうではないか。大きな方向では同意だわ。そうすると今後ゴブリンたちには襲われないのかしら。仲良く喧嘩しようと一致して言ってる。戦闘民族かよ。有効な証としてこれからはここで仕事を出してやる。ゴブリンたちの困りごとを解決してあちきから報酬をもらうという。仕事は冒険者キャンプとやらに直接持ち込んでやろう。パーティーに戻るからな。なるほどね。なんか依頼を受けられるってことなのか。キャンプに直接っていうなら意識しなくても自然と受注できそう。何の仕事かわからないけど内容を見てできそうならこなしましょう。なるほどね。次このマップに来れば依頼受けれるのかな。じゃあで、マップの探索が全然できてないんだが、こりゃ広いな。キャンプ場エリアか。金運、いや金運強っ。お金どんどん手に入るのありがた。装備品はゴリゴリ落ちているが、ここら辺もなんかイベントありそうだな。この感じな。お、右側にイベントが見えたぞ。
ナイスストーン。さてこのイベントは何かな。ログハウスのデッキに足を踏み入れるとオーバーオールを着た二足歩行のカビパラと目が合った。君たちもしかして冒険者の人、なんだか暇そうにしてるぞ。おいらここの管理人を任せされてるジョニー・デッパ。今の時期は書き入れ時で超忙しいんだ。よかったらおいらの仕事を手伝ってくれないかい。手伝おう。掃除。最近空き巣が出るって噂もあって嫌になっちゃうね。おいら別の家を見てくるからそれまでよろしく頼むぞ。2階の方で物音がした。見に行こう。わー、いたー。あからさまに泥棒といった格好のやつ。秘密結社の方が早かった。怪盗に飛びついてそのまま縛り上げる。大手柄を達成したのだ。やったー、やったぜ。12000、やった。見に行かなかったらどうなったんだろうな。うわ、めっちゃいろいろある。お前誰だ。コブリンたちが襲ってくるんだけど、強いやつが大好き。ゴブリンキャンプって何なの？シーパークスクイカ村に隣接して建てられた宿泊施設。ログハウス、キャンプ場、露天風呂など何でも揃ってる。大自然を生かしたダイナミックな構成だな。キャンプの左下のマップに僕らの居住区もあって、そこにはゴブリンクイーンも住んでる。気さくな方だ。一度挨拶に訪れるといい。決まりになると暴れ出すから一度頼む。スイカ王国とは兄弟みたいなもんさ。あいつらとは一緒に会って長い間シーパークを盛り上げてきたからな。今ちょっと険悪になっちまってるが、この溝を乗り越えるとき俺らの絆は深くなる。つまり結果オーライだな。バイバイ。イベントは、イベントはここにもある。いろいろ S イベントがあるな、そこに。とりあえず、またみんなバラバラなこと言ってて、オイラの頭じゃさっぱりわからないぞ。どうした？うちのログハウスの宿泊客の中に凶悪感が紛れ込んでる。だからオイラは宿泊から証言を集めて、それをもとに犯人を当てようとしてるんだけど、オイラの知能じゃさっぱりわからないぞ。オイラたち人間は賢いって聞いたことあるぞ。だからお願い、みんなの証言をまとめて犯人をズバリ当ててほしい。手伝ったろ。宿泊客はリビングに集まっている。一人明らかに盗賊オールが。顔は覚えたか。この4人の中の誰かが犯人。罪状は殺人。今回は相当に凶悪な犯人らしい。逆上されて反撃の恐れだってある。戦いに自信がないならわざと推理を外すのも手だ。はあ、戦いたい。今から左の人物から順番に4人の証言を並べる。犯人の証言も混ざってるから嘘には気をつける。なるほどね。証言開始。犯人は飛び道具を持っている。一番左の子は犯人は飛び道具を持ってると言ってる。つまり一番右か銃か弓だと言っている。二人目の証言、二人目の子も犯人は飛び道具持ってるって言ってんの？じゃあもうこうなってくるとエルフ犯人ちゃうの？一番右ので、これは盗賊みたいなやつが言ってんのか。犯人は髪をくくってない。つまりもう完全にエルフじゃね、これ。こうなってくると一番右のやつ、犯人は偉そうにしている。いやもうエルフだろ。左4エルフだろこれ。犯人はあなたですわ。私が何かしたって証拠あるんですか？徹底的に取り調べよう。こんなところでバレるとは思いませんでしたよ。うわあ、なかなかの変装術だったろ。ざわざわ。じゃあお前は一体どこの誰なんだ。いつだって余計なことするやついるのよ。ああ、これ以上殺すつもりなかったのに、バレたからには皆殺しにさせてもらうぜ。さて強いのか、凶悪犯。あなたの実力いかに。まあ適当でもなんとかなるんじゃないかなという、そういう面持ちではおりますが。どっせいどっせい。ポッポちゃん普通に強いんだよ。回復不能、そんなことしてくる。あ、いや普通に強いぞこれ。回復不能とかして天狗トーネード。マリオンエレキテル、どないしようこれ。とりあえずチアフル、チアフルダンスで様子を見ていく。
あ、毒とかしてくる。どうしようこれ。最高度になってくれたらいいんだが。コールハンマー、カーバンクかけてシャッフルダンス。これで多少は受け止められるか。ヒットポイントの回復力がこれでは間に合ってないか。あ、やっべえ。八重ちゃんやばしい。八重ちゃんやばしいだな、これ。押せるか、このまま。ちょっと一旦ルフレヘルチンに入れ替えよう。微妙にウィンドリカバー使えない。微妙にウィンドリカバー使えないやつ。どうしよう、これ。下ろすか。下ろしたところで。下ろしたところで感あるな。いや、下ろすぐらいだったら何らかの回復アイテムを使ってあげた方がいいか。ベル君リカバー。周りの雑魚なんとか落としたいところだが、会心を出していく。防御上げてんだけどね。とりあえずサバオリロック防御下げて、あなたチェアフルダンス。よし、落とせた。あ、回復無効のあれか、状態上ついてんのか。あー、そういうことか。こりゃ困った。レイズ生き返して、どっせい。あっべえ。あっべえ、これ。あっべえ、これ。どうする。なっちゃん。なっちゃん、なんとかやれるか、君。パイン王子。頼む、パイン王子。パインスラッシュ。マリオンスロット。いや、マリオンスロットで。マリオンスロット。ポッコちゃんどうする?ポッコちゃんどうする?これ。もうちょっと倒すぞな、これ。ヒュードロドロ。結構かー。お、マヒスタン。ナイス。強っ。ナツちゃん強っ、それ。ファインスラッシュ。マリオンストライク。砕き。ドッセイ。うわあ、意外とやる、二人。いい、危なかった。この俺様がこんなところで。今だ、みんなでしまい上げろ。ひぃ。いや、うまくいったー。事件を解決して、遅れたお礼として宝箱を預かってる。やっと。いや、そこ鍵開けとけよ。その、プレゼントだったらそれは鍵開けとけよ。ポセイドンドリル。水全体。体力の夏季講習。体力の夏季講習なるものを手に入れたが、体力の夏季講習?最大 HP5% か。いいなぁ。誰かに覚えさせ、ルフレちょっとヒットポイント低いから覚えさせとくか。それもよかろうて。でも MP がないんだが。メンタクルグランパ。いや、倒せてよかった。予想以上に強敵だったな。このマップある程度探索できたら、あれかな、この、今までの場所に少し戻って、これね。今までの場所に少し戻って、あえてない強敵とね、戦おうかなと思っちゃるんよね。お願いします。あー、ダメだったか。あ、そこも降りれる。すごい。かわいいゴブリン出てきたな。よしよし。お、アンテナ。宝箱。で、イベントは?森でゴブリンが遊んでるように見えるが、
本人は真面目な顔をして修行中らしい。斧振り回しているというか、斧に振り回されている。シュビビビン。お兄ちゃんたちみたいに立派にライダーになりたい。でも、それには自分のオールベアがいるの。そうだ、姉ちゃんたち、僕が森でオールベアをテームするのを手伝ってよ。騎乗用のオールベアを手伝ってほしい。構わんよ。背中に騎乗用のサドルをつけると力負けしたって認めてくれるんだ。戦闘に勝たないといけない。なんかでかいの引いたー。うわー、フォレストレックス。強いんか？成長運。経験値が2倍。まあ、ギフトでもなんとかなるじゃろ、多分。ダメか？ナイススターン。ポッコちゃんが普通に強いんだよな。ナイス連続攻撃。ナイス連続攻撃。ナイススターン！ポッコちゃんが医療かけで完封なんだが、これ。やったぜ。ノーダメージで勝った。うおー、森を振らわせる断末魔化けで大男化けが倒れる。この森の中で食物連鎖の頂点に位置する存在だったに違いない。この森にもまだこんな大物がいたんだね。さすがにこれに乗ってみたいとは言わなかった。今日はこれで解散しよう。報酬なんだけど、僕が森で見つけた宝箱をあげるね。やった。ドキドキ縄文部。新しいロボットの素体として使えそうです。よかったら私に研究させてもらえませんか。そんな怖いこと言うよる。いや、このマップだけでも相当広いな、しかし。雑魚敵もタフくなってきたな、しかしこれ。お、スクラップビルどう？アリスのくしゃみ、スノーカントリー、ゴーゴーサンダー。雷系のなぁ、なんか、強い魔法が、強い特技が、魔法か。八重ちゃんに覚えさせるのなんか欲しいんだけど、こっちは？露天風呂は入れない。トラブルが解決するまで待ってね。トラブル中とな。あ、これでだいたい一周してきた感じか。じゃあ次の風呂は行こうか。アスレジックエリア。お、なんだなんだなんだ、あ、敵？ドリフターズ。ここであれじゃない？なんだっけ？なんか池王子が出てくるっていう話だったような気がしたけど、どうだったか。スクラックビルド。とあれだな、 MP がきつすぎると、言いつつ時間も今回いいとこ来てるんで、今回この辺にしときましょうか。はい、ということで、また次回、次のパートでお会いしましょう。またねー。